こんばんは、岡田斗司夫チャンネルアップグレード動画の時間です。えー、友達って本当に必要なのっていうですね、動画を今夜は配信します。えー、こういう話題ってですね、あの、まあ、子供の頃から気になるし、大人になった後までですね、まあ、いろんなところでですね、こういう話って目にしますね。あの、まあ、友達はかけがえのないものだし、大事にすべきだよという人もいれば、いや、何かやりたいことや目標がある人にとっては、友達なんてむしろ邪魔にしかならない。不要だよという人もいます。えー、なんかね、 もう最近そこまで言わないのかな。1990年代の終わりからですね。まあ、平成か。平成の時代いっぱいまではですね、友達がいっぱいいるってことこそが大事であって、学校になで行かなければいけないのか。かまあ、例えばその学校でやってるカリキュラムみたいうのは全部、いわゆるそのオンラインでできるじゃないか。でも友達は違う。なんからそういうね、論調もよくあったんですよね。 で、そういう言い合いになるとですね、大体あの、友達がいらないとか言ってるやつっていうのは、単に周りから好かれてないやつだと、ネクラで友達が欲しくて、もうできないから、まあ陰キャラだからですね、あのー、そんなこと言ってるだけだろうとかですね、あと、いや、友達が大事って言ってるやつは、あの、結局は傷の舐め合いが <laughs> やりたいだけなんだとかですね、まあ、感情的な脳死り合いになることが多いんですよね。で、も答えが出ないんですよ、こういう話って。で、じゃあ結局友達はいるのかいらないのか、どっちなのと これに対してですね、論理的に考えて突き詰めてしまおうというのがですね、あの、今回の話です。えー、今回のですね、アップグレード動画でですね、そんな友達論についてのですね、まあ話ですね。友達が不要か、あの、不要でないかという話になれば、まああの、もうさっき言ったなんで結論出ないのかというと、答えが人によって違うからなんですけども、あの、まあ人間の感情というものをですね、一切そぎ落としてロジックだけで淡々と話を詰めていく。 なんかそれがねあの得意な人がいてです、ね、僕の,あの知り合いでもありあの尊敬してる作家の立花、ね、明さんという人なんですねこの人がですね本当に感情とか一切排してあの友達が必要か不必要かというようなことをロジックだけで積んでったらどうなるのかと面白いんですねこれがロジックだけで積んだらです、ね、友達は別に不要だよって話にならない。 だからといって、いや、人間にはやはり友達は必要だという話にはならない。そうではなくて、リソースですね、使えるです、ね、何だろうな資源の一つとして、えー不要、友達がいらない、もしくはできない場合は、これで代用できるというです、ね、そういうなんかトレードオフの関係であるという話をしているんですなんか、これ辺ですね、立、え、花、ー、さんの著作ですね幸福の資本論。 をですね、えー、ベースにですねあの、この話は流れていきます。だからもう本当に幸福の資本論という本をですね、読んでいただいたら、まあ僕の解説いらないんですけども、この今回の動画いらないんですけども、まああの、一応ね、読むきっかけになっていただければというふうに思います。えー、動画が始まってからですね、15分目ぐらいまでは、なんでその岡田敏夫、僕がですね、友達不要論っていうのを考えるようになったのかっていう話、 から始まりますで、そこから先始まるですね、立花さんの本の具体的な内容の紹介ですね。未来を決める3つの資本ですね。資本論ですか。3つの資本とは何なのかですね。えー、その組み合わせによってできる8個の、えー、人生パターンですね。3つの要素がそれぞれある内で考えると、まあ、八個のパターン、2進法の8個のパターンになるんですけど、という分類法の話はすごく面白いし、あの、友達以外のあの話、 えー、いわゆる人生そのものとか、あとビジネスとか、いろんなことに応用できる話なんですね。えー、日頃人間関係に悩んでる方、また新しく仕事始めたいとかですね、自分これやりたいんだけども、なんかこう、どういうふうにすれば、な、自分には何が足りないんだろうと悩んでる人はですね、ぜひともこれ、あの、聞いてください。えー、この動画はですね、2018年8月19日に放送した、えー、ニコ生岡田敏夫ゼミなんですね。244回をですね、アップグレードして再配信しています。えー、前半のですね、あの、無料動画の最後、 ここにもですねあの追加のアップグレード情報もあるので、えー、お楽しみにしてくださいそれでは動画スタートです、えー、もともとこの友達今日の不祥論というのはですね興味を持ったのはあのネット記事からなんですねえー、っとですねあの7月29日に放送してたあの放送したですね林先生が驚く初耳学っていうテレビ番組でですね。 ま、そこで、林さんがおっしゃったやつです。えー、子供向けの歌である1年生になったら友達100人できるかなという歌,歌は現代人の悩みを象徴していると。否定すべきだというふうにおっしゃっていると、えー。スマホや SNS で簡単に他人と繋がれることができると。ながることができる時代であり、一方人間関係が多くなりすぎて個人的な時間を奪われ集中できない。そのことが現代人には負担になっていると。 現代ベストセラーとなっている極上の孤独という本でも、友達や知人は少ないに越したことはないと思いますと書かれていた。また、ドイツの哲学者ニーチェの名言に、まあ、ニーチェの名言使う人多いですよね。えー、愛せない場合は通り過ぎよとあるということを例に挙げて、相性の良くないと感じた相手には無理に友達として接するのではなく、ちょっとドライな環境を保つのがいいというふうに言ったと。 それでですね、えー、なぜか、まあ、あの、そんなに極論でもないと思うんですけども、まあまあ、どんどん炎上したそうなんですけど、まあ炎上したきっかけはアイドルグループのセクシーゾーンの、あの、中島健人君という人が、えー、通り過ぎるって言っても、いつの間にか孤独になってしまうことが寂しくありませんかと疑問を投げてくると、林先生はですね、孤独って寂しいんですかと逆に返したと。孤独が寂しいと感じる人は、 あんまり本を読まない傾向にあると説明した上で考えるという作業は絶対に一人じゃなきゃできないと強調と読書をすることで思考する時間が増えどう他人とつながっていくべきかを見いだすことができると持論を展開したというふうに言われたとえじゃあどう考えるかとあのまあもですねあの僕も似たような考え方をしてたんですけどもなので林先生自体の意見は意外というんではなくて なんかこう、昼間はそう考えるとか、夜はそう考えるけど、昼間はなんか別だなというぐらいの考えの一つぐらいだと思ってたんですね。ただ、テレビで堂々というのはなんか違和感があると。友達不要論というのをテレビで堂々というのはなんか違和感があると。でもこの正論だけど違和感っていうのは何だろうねという話をちょっと今日しようと思います。で、似たような発言は2年前にもタモリさんがしていてですね。 えー、2016年の12月のスマスマですね。もう今や懐かしいスマスマです。えー、タモリさんがですね、友達も少ないと、友達なんかいらないでしょっていうふうに言うと、中井雅宏から、いや、友達は必要でしょうと突っ込まれたと。そしたらタモリさんは、友達100人できるかながすごく嫌いと。ここでもあの歌が嫌いと。<laughs> えー、友達100人できるかなとあの歌が嫌いで、友達の多さなんかで人生を決めるな。多い方が勝ちみたいに決めつけるなと。 で、それどころかタモリさんはですね、現在はむしろ友達をどんどん厳選して数を減らしてると、あの、こっちはですね、林先生よりずっと過激なんですね、数を、あえて数を減らすというのはちょっと聞いたことがない名言だと思うんですけども、まあ、いわゆる、 その、コレクションからセレクションの時代ということですよね。あの、コレクターも初期の頃はですね、コレクション、ホールコレクターって言って、何でもかんでも全部集めるようになるんです、なるんですね。これはもうコレクターとして当たり前ですけど、ところがこのホールコレクター全部集めてるっていうと、徐々に徐々にコレクター仲間からもですね、なんか馬鹿にされてくると。お前のにはセレクションがないというふうに言われるんですね。なので、徐々に徐々にセレクションするようになると。言ってしまえば、なんかこの、 島村みたいに最初はなんか服を山ほど持ってた人が徐々に徐々に絞っていくみたいなもんでしょうか、ね、セレクションショップの方がかっこいいってこともあると思うんですけども。まあ、図書館みたいな施設だったらばあらゆる本を持ってなきゃいけないから、量が大事なんだけども、個人の蔵書として持ってるんだったら、実はどんなに書斎が大きくても有限なものですからですね。量より質を取るっていうのはもう当たり前のことなんですね。だから、タモリさんのその、 友達を厳選して数を減らすっていうのは、これはまた林先生よりはるかに正論なんですけども、<laughs> ちょっと目の玉が飛び出るような、びっくりするような意見ですね。で で、これでわかるのはですね、あの、林先生の意見っていう、ここであの、発明学で言ってるのは、もともとタモリ発言あり,ありきなんですよ。2年前にタモリさんが、そのした発言っていうのにすごい感動して影響を受けて、友達100人っていて歌がなんかちょっと違うなと思って、それに最近読んだ極上の孤独という林先生がいいなと思った本の意見がプラスしていると。じゃあその極上の孤独というのはどんな本なのかですね。 えー、これはあの、幻冬者のですね、新書から出てる本です。極上の孤独っていう本です。 え、下條明子さんという人が書きました。えー、ここにですね、Amazon の、あの、本の紹介があります。えー、現代では孤独イコール悪だというイメージが強く、例えば、孤独死は哀れだ、ああはなりたくないと一方的に意味嫌われると。しかし、それは少し、少しおかしくないか。そもそも孤独でいるのは周りに自分を合わせるくらいなら、一人でいる方が何倍も楽しく充実してるからで、成熟した人間だけが到達できる境地であると。集団の中で本当の自分でいることは難しい。 孤独を味わえるのは選ばれし人。孤独を知らない人に品はない。素敵な人は皆孤独。<laughs> などなど一人を恋なく愛する著者が孤独の紅葉を語り尽くす。なんかこんな本だそうです。えー、で、このあの下條明子さんのですね、あのインタビュー記事があってですね、読んでみると、寂しさと孤独は似て非なるものですって書いてあるんですね。寂しさとは感情、いわゆる感情であって、孤独とは状態。つまり、 あの、どっかに誰かに解消してもらおうと。私の寂しさを誰かに解消してもらおうという甘えが潜んでいると。で、孤独というのは他人に頼るのではなく自分とじっと対話すること。寂しさを突き抜けた先に自分で答えを探していく営みこそが孤独なのです。孤独な老後なんてマイナスな言い方ばかりされるけど、本当に悲惨なのは孤独になることからいつまでも逃げ続ける人生を送ることでしょうというふうに書いていると。 まあ、なかなかこれもですね、あの、えげつない。で、コメントに今流れてる通り、これあの、成功者特有の意見というかですね、<laughs> なんかこう、なんだかんだ言っても金持ちになったやつの意見じゃねえのっていうのがですね、批判として多いんですね。でも、寂しさと孤独違うっていうのはわかると。つまり、なんかその、寂しさっていうのは感傷であって感情だから、それを感じることと孤独という状態は別だというふうなの。これはなんかその、 なんでしょうね。あの、多分アメリカ文化に強い影響を受けた人は特にそういう考え方になりやすいと思うし、あとはあの、なんだろう、えー、フランスの小学校の話っていうのを僕やっぱ好きで時々するんですけども、フランスであ、あの、子供が、学校に行った子供が帰ってきて自分は孤独だっていうふうに言うと、それはあなたが人と違うからでは当たり前、偉いことだと。だから友達いっぱい作りなさいっていうふうに言うんじゃなくて、 たった一人友達作ってこいと。あの人間というのは人と違うから、その自分と違うことを認め合える友達を一人作ってこいと。で、えー、そいつとだけ仲良くすればよくて、友達をいっぱい作るということは、慣れ合いばっかりしてて、なんかこう、な、自分という、こと、こというか、個人というのがない人間だというふうに親に教えられると。 この結果、フランス人は3人集まると喧嘩ばっかりしていると <laughs> あ、ありとあらゆることが議論で永遠決まらないんだけども、全員その、なんだろうな、孤立っていうのは当たり前だと思ってるっていまあ、これも極端な国民モデルなんでしょうけどもですね。で、あの、ちょっとコメントですね、今、友達と知り合いの差はっていうふうに流れたんですけども、友達と知り合いの差を気にする人は友達が少ない人なんですよ。なんでかっていうと、 友達が多い人は知り合いを全部友達に入れちゃうんですね。だちょっとした知り合いも、お、あれ知り合いあれ知り合い、岡田と一緒知り合いだよとか、俺はもう知り合いだよって、これが友達が多いやつなんですよ。<laughs> 友達が少ない人っていうのは、いや、あの人はまだ友達とは言えない。あの人はまだ知り合いレベルというふうに選んじゃう人が、なので、友達と知り合いの差っていうのは、その、 いわゆるあのコップに水が入ってたら、もうこんだけしか入ってないってことと、まだこんだけっていうのとそっくりなんですね。なので、そこの差はあんまり気にしないように。えというわけでですね、えこの極上の孤独ですね、え皆さんも気がついた通り、何かえ偉そうな感じがするのでですね、アマゾンレビューが大荒れです。これ別にあの、 Amazon レビューをちょっと例としてスキャンしただけなので、細かく読まなくてもいいんですけどもですね、えー、一般人の孤独感とは違いますね。東京の一等地の疲労に住み、パートナーもいてお金もあって仕事もある人が孤独に強くなると言っても説得力ゼロ。本当にこの人生活不安に怯える一般市民の孤独感分かっているのかな彼女には想像もできないと思います。生きてる世界が違います。おすすめしませんっていうの。 いうのが、なんか、えー、一応なんか一位のレビューなんですけど、その後もですね、<laughs> 本当の孤独の境地に達しな、達してない著者と。 本当の孤独は、親兄弟もなく、妻子もなく、結婚もせず、年賀状も来ず書か,かず、会社と自宅を往復し、家でテレビは週末にささやかな趣味を持ち、知人も2、3人という状況を言います。し、ま、えー、下重さん、恵まれてる方ですね、っていうふうに書いてて、あと、古代広告に騙されないで、という、この本を買うなというレビューなんですけども、極上の孤独ではなく、えー、極上贅沢なお一人様自慢の内容です。執筆で一人になりたいため、別荘を持ち、さらに秘密基地と称する、展望の良い都内、おそら高級 マンションの一室があり大きな団体の役職につき突き詰めれは自慢ばかり自慢話ばかりと孤独感は突き伝わってきません読み進めて読み進めていくうちに何か違う腹立たしくなって最後にやっと自分事ではない感動的なお話が出てくるのですがなぜか尻切れトンボで終わりとえとても後味悪いおすすめできない本って書いてあるんですけどまああの。 最後の方に感動的な話が出てくるんですけど、なぜかシりケれどんぼというのは、伝統写真書というのは大体全部そうですからですね。<laughs> あの、出版社によって本の立ち位置というのは違うんですけど、伝統写真書というのは、売れそうな本を手早く出すっていうのがコンセプトなのでですね、そこまでの完成度を求めてはいけないと思うんですけどもですね。まあこういう3つ紹介しましたけどもですね、えー、こういう感想を見ると、まあ、林先生のお森さんの主張も多分一冊の本にしちゃうと、 あの、同じような反応なんですね。同じような反発が出てくると。だから、賢い二人は出版しないんですよ。ひょっとしたら林先生出版しちゃうかもわかんないんですけど、タモリさんはおそらく出版しないでしょう。で、僕もですね、大学でですね、講義してた時に、割とあの、友達は作るなと。で、あの、 作るなというかですね、わざわざ作るなと、勝手にできたらもうしょうがないけど、できるだけ距離を取れというふうに言ってたんですね。それはなんでかっていうと、その自分の時間を最大化して、好きなことに集中するというために、学校に来てる。大学というのはそういう場所なんだから、そんなところで友達なんか作ってどうすんのっていうふうに、マジにこう思ってなんです、思ってたんですけども。でも、それをですね、その、 できる人っていうのはごく少数なんですよ。あの、そもそも中学校や高校の時から一人で平一人でいても平気なやつが、いわゆるクリエイターとして伸びていくわけで,ですね。そうじゃない人が、なんだろうな、そんなことを言ってもしょうがないんですね。なので無駄だから、最近僕もあの、言わないようにしてるんですね。で、じゃあ、友達不要論とは何なのか、今日の主題ですね。うん アヤ先生、アタさんや、まあ、あと、まあ、その、下條さんみたいな成功者のみが語る弱者を無視した、まあ、強者の理屈なのか、それとも、友達は不要なのかと。で、不要、友達不要論っていうのは、何のために不要なのかという視点が必要だと思うんですね。あの、なんでかっていうと、必要不要、必要不必要っていうのは、〇〇をするために必要不必要っていう主体あっての言葉なんですよ。 あの、出ないと、人生のために友達は必要か不必要かという大きい拡大解釈するから大騒ぎになってしまうと。まず、いろんな生き方があって、自分はこういう生き方をするために友達は必要か不必要かっていうふうに制限しないと、何かこう変なことになっちゃうんですね。で、まあ、あの、成功のためとかクリエイターになるためとかいろんな言い方があると思うんですけど、それで考えないと、あの、ちょっとずれてしまうと。で、 それに対してですね、えー、違うと。えー、友達、えー、必要不必要というのは幸福のためだというふうに定義した人がいます。えー、僕は大好きだけど、なぜかあんまり人気がないですね、立花明さんの去年の本、えー、幸福の資本論ですね。この幸福の資本論の中にですね、えー、大変面白い指摘があるので、あの、友達不要論を考えるときにこれをベースでですね、今日はちょっと考えてみたいと思います。 幸福の資本論、あなたの未来を決める3つの資本と8つの人生パターン。幸福であることを条件付けるものは自由、自己表現、共同体、イコール絆。自由、自己表現、共同体、イコール絆。この3つであると。で、え、立花さんはですね、幸福というのはこのしっかりしたじ土台の上に設計すべし。つまり、自由とか自己表現とか絆っていうのは、ある土台の上に ちゃんとした、しっかりした土台の上に立てるべきだと。でその人生のインフラストラクチャーというのを、えー、この自由自己表現、えー、共同体の3つに対応させて、えー、このように定義しています、えー。自由というのは、えー、金融資産の上に立っていると。で、えー、自己表現というのは人的資本の上に立っている。 共同体絆というのは社会資本の上に立っている。このインフラストラクチャーの上に立っている建物である。なので、この土台がゆるゆるしていると、3つとも、あの、なんだろうな、実現しないと。で、この3つが幸福、自分が幸福になるための条件である。 で、えー、これを3つともないとダメだ。全てないとダメだというふうには言ってないんですね。このら辺注意しなきゃいけないと。で、幸福とはこの、えー、自由、自己実現、人とつな、人とのつながりの3つで構成されて、この3つのどれかを欠けてると意識すると人は不幸を感じると。えー、注意しなければいけないのはですね、意識したら感じると今言った部分。欠けていれば不幸になるという意味じゃないんですよ。この3つをどれかが欠けていれば不幸を感じるっていうことなんですね。 で、えー、この、金融資産っていうのは自由を生み出すと。つまり不動産を含めた財産のことです。で、自己実現を生み出す人的資本。これは、稼いでお金を、働いてお金を稼ぐ能力だという,う言ってるんですね。人的資本というと、ついつい人とのつながりだって考えてるんですけども、立花さんの定義ではですね、稼いで人から評価を受けることができる。それによってお金を稼ぐことができる。自分自身が持っている能力っていうのが、 ですね。この人的資本です。まあ、自分の個人的資本っていうふうに言ってもいい。で、人とのつながりを生み出す社会資本っていうのはと、えー、家族や友達との人間関係だというふうに考えてください。で、この三つのですね、社会、えー、資本の組み合わせによって生まれる八つのパターンと。つまりこれ、財産あるない。 金になる能力あるない、人間関係あるないの、この 2×2×2 の8つのパターンで、えー、幸福の形というのが定義できてしまうと。全部ないとか全部あるというのを含めてですね、8つのパターンで幸福というのが定義できると。で、これをですね、えげつなくですね、ピラミッド構造にしたのがですね、帯に乗っててですね。<laughs> まあなかなかえげつないんですけどもですね。え三、ー、つ全部ある超獣。超獣って、なんかあのー、超 <laughs> 獣ってなんだっけな。ウルトラマンレオじゃなくて、えー、っと、ウルトラマンエースだ。ウルトラマンエースに出てくる怪獣のことを超獣って言うんですけど。<laughs> まあまあまあ、全部あるのはリア充のさらに上へ行く超獣ってやつですね。で、 その長寿の一つ下が、えー、三つのうち二つある。ですね。財産はないんだけども、えー、稼ぐ能力もあって友達もいるリア重。財産はあるし、友達もいるんだけど、稼ぐ能力のない旦那。財産はあって金あの、稼ぐ能力あるんだけど、友達のいない金持ち。ですね。で、次に財産しかない聖職者。これ三つのうち一つしか持ってないパターンですね。稼ぐ能力だけのソロ重。友達だけのプア重。 すべてない状態の貧困っていうふうに分けています。で、こういうふうにですね、こうバーッと分けたらですね、あのー、なんだろうな、あのー、いやいや俺、俺はもう貧困だとかですね、すべてないっていうふうに考える人多いと思うんですけども、立花先生の定義は割とね、 性格なんです。性格で精密だから、ちょっと話を聞いてから自分の立ち位置考えてください。で、すべて揃った長寿というのはですね、この本の中で現実にはありえないって書いてあるんですね。<laughs> で、すべて持ってない貧困っていうのは、これあんまり考えなくてもいいというのは、つまりどれか一つ手に入れたらですね、もう上の層に上がれると。で、これ、あの、まず、長寿が現実にはありえない。あと、貧困っていうのは実は、 あの、上の方に一つでも丁寧に上がれるっていうのが分かってないから、この二つにみんな惑わされてしまうと。例えば、全部揃ってない限り俺はダメだと思ってたり、あ何も踏も持ってないから俺はダメだというふうに思っちゃうんですね。でそうではなくて、大体を、あの人間はですね、この八つのパターンから二つを度外視した六つに、あの、ハマるよっていうふうに書いてあります。 で、えー、三つの資本すべてを揃えるのは難しいが、せめて二つを揃えれば幸福と言える条件になると。ではどうすれば二つを揃えることができるのか、そして幸福になれるのか、三つの資本を解説しながらその答えを追いかけます。というのが、まあ、Amazon に書いてあるですね、この本の紹介です。で、これがですね、まあ、どのように、 あの、応用できるのかといえば、あ、気になる人がいるんです。痛いですね。あの、えー、っと、サンフランシスコでですね、ツアーに参加しているときにですね、ドアのノブを開けるときに突き指してしまいましてですね、<laughs> テーピングしております。結構痛いんで、来週まだテーピングしてるんじゃないかな。で、これ、どういうふうに応用できるのかといえば、ここにあの、資本と資産の循環というふうに書いてます。 つまり、持っているものを投資して、で、別の形にして、えー、あ投資して、別の形にして利益を得るという、こういうふうな循環が発生するというがあるんですけど、例えば、ゾゾタウンの社長っていうのがいますよね。あの、すいません。いちいち名前を覚えてないんですけど、ゾゾタウンの社長というのがいて、で、あの人がですね、今アイドル、 というか、女優さんのアイドルみたいな人と付き合ってるんですよ。で、これもですね、僕はあんまり興味のない女の子でですね、<laughs> えー、なんだっけ、なんかあの、エイリアンシリーズのレ,レベナンとかなんかで、えー、ヒロインの吹き替えやって評判悪かった人ですよね、<laughs> ゴーリキさんだ。<laughs> でゴーリキさんで、下の名前覚えてないです。えー、お、えー、が、ですね、ゾータウンの社長はゴーリキさんと見事金と地位を使って付き合っていると。 いうことになってます。なっていますというんじゃなくて、金と地位を使って付き合ってます。で、つまり、金融資産で得たお金でですね、プライベートジェットを使ってロシアに行くデートをすると。で、人的資産ですね。つまり、お金を稼ぐ能力をアピールすることで、男らしさをアピールすると。で、これで、見事アイドルとお付き合いするという、えー、ですね、社会資本ですね、人間関係を手に入れるということで、えー 別の形の、自分が持っている資産で、別の形の資産を手に入れることができる、利益ができるということが、この考え方の面白いところです。つまり、人的資産しか持ってないからダメというんではなくて、人的資産を投資することによって、社会資産にしたり、金融資産にすることができるというのが、まあ、この、資本的に考える、幸福を資本論として考えるというものの、ま、基本的なベースですね。で、 えー、この本はですね、まあすごく面白いんでですね、この幸福の資本論はものすごく面白いんで、そのうちちゃんと紹介したいと思うんですけども、今日は、今夜はですね、あのー、友達不要論という部分に関係している部分だけに限って、ちょっと紹介します、えー。まずですね、この人とのつながりを生み出す社会資本ですね、つまりイコール友達や家族との人間関係なんですけども、これ実はフラットには存在せず、 えー、強弱や濃淡があると。つまり、濃い関係、薄い関係、人間関係があると。で、これを図解したのが、人間関係の主観と客観です。ついつい人間は主観的に考えてしまうと。つまり、自分の人間関係っていうのは、さっきあの、人間関係が自分は不足してるっていうふうに答えた人も、多分、全部こっちで考えてると思うんですよ。当たり前なんですけどもですね。えー、 主観的に私たちは家族とか友達という政治的な関係をすごく重く見てて、その外側にある貨幣空間というのを過小評価している。しかし実際私たちの人間関係というのは、そういう友情空間、愛情空間みたいなものよりも、はるかに巨大な貨幣空間に包まれているっていうふうに書いてあります。 もうちょっとこう解説しますね。私たちはのっぺりとした社会空間に生きているわけではなく、人間関係には顕著な濃淡があります。ここではそれを愛情空間、友情空間、貨幣空間と呼ぶことにします。愛情空間と友情空間は政治空間としてまとめることができます。当たり前のことですが、私たちにとって最も大切なのは家族や小人などの関係で、これが愛情空間です。愛情空間の周りには親しい友達との友情空間があります。 友情空間の周りには友達ではないけど他人でもないという人間関係があります。先輩後輩や部下上司を含めた、こうした付き合いが政治空間ですと。で、僕らはついついこの愛情空間、友情空間、その他のなんとなく知り合いというですね、政治空間だけを人間関係として考えてしまうんだけども、その外側にはさっきも言ったように何十倍何百倍もの、ひょっとしたらもう本当に何億倍もの貨幣空間が広がっていると。 で、理知的な人、理性的な人っていうのは、この貨幣空間も人間関係として捉えるんですね。つまり、どういうことかというと、中国人に一人も知り合いがいないって言い切れる人は、この政治空間だけで物を見てるんですよ。ところが、貨幣空間で見るとですね、中国から輸入してる百均で生活してるんだから、お金を返して、私は中国人と付き合ってるっていうふうに考えるんですね。だから中国という国がなくなったら困るとか、 だからインドという国が亡くなったら困る。だからアメリカという国にも私はお金を介して、えー、なんだろう、付き合ってる人がいるっていうふうに考える。これが理性的なものの考え方っていうのかな。あのー、なんだろうな。主観的でない客観的なものの考え方としてこの本の中で紹介しています。確かにそうなんですよね。つまり、なんだろうな。あの、LINE で繋がってるだけで年にか回会うか会わないかの友達よりも、なんだし、なんでしょうね。あのー、 中国で100均の商品を毎日毎日ガチャコガチャコ作ってくれる人の方が僕らにとって実は生活に関係してるんですけどもなんとなくそういうふうには考えていない。それはお金を通しての付き合いだからというふうに考えちゃうんです。もしくは入れ替え可能だからというふうについつい考えちゃうんですよ。で、どうしても近場の関係を重視する。ここに書いてる通り主観的になると なればなるほど、あの、近場の関係を重視してしまうんですね。例えば、真珠湾で日本人に自分の兄貴を殺されたから、日本車は売らないと言ってた、なんか中古車デイラーっていうのが前テレビに出たことがあるんですよね。NHK の、あの、ノンフィクションだったかな。で、その人は、 まあ、あの、戦争番組、戦争終戦番組だったんで、俺は未だに日本人が許さない。だから、中古車ディーラーとして日本車が売れるのは分かってるんだけども、日本車を売るわけにいかない。兄を殺したからだって言ってる人いるんですけども、でも、その主観的な兄への愛情をですね、優先したために、本当は膨大に広がっている日本人との関係を自分から排除しちゃってるんですね。あの、結婚してなかったり、恋人がいなかったり、友達がいない人っていうのは、ついつい、 孤独だっていうふうに考えちゃうんですけども、その外側に遥かに巨大な貨幣空間で繋がっている人がいて、で、その孤独、あの、孤独だと嘆いてる人が、毎日はした金だと思っている金で、その人たちが食いつないでるという事実があるんですけども、なかなかその、そういうはした金でですね、なんとか食いつないでる人が実は自分の金を通じてものすごくたくさんいるっていうふうなことに気がついてないと。これをですね、この本の中ではまあ強く主張しています。 で、この本のですね、最後に出てくるですね、レシピっていうのがあって、幸福になるレシピ。そこで紹介されてるのがですね、えー、幸福な人生の最適ポートフォリオですね。えー これ最適ポートフォリオっていう、あの、もう本当に経済の、あの、金融経済の考え方なんですけども、必要最低限の愛情空間と、あとは貨幣空間だけで人間関係を作ろうと、政治的にしんどい友情空間っていうのを縮小して、できるだけ貨幣空間に置き換えようよっていうのが、まあ、あの、立花先生が考えている、あの、幸福を最大化するためのポートフォリオなんです。で、どういう意味かっていうと、例えばこのさっきの、ピラミッドパターンですね。 よいしょ。このピラミッドパターンの中に、プアジュっていうのが出てきます。このプアジュっていうのは、地方のマイルドヤンキーのことなんですね。えー、どういうことかというと、お金がないと。ところが、割と楽しそうに豊かに生活している。なんでかというと、あの、友達と一緒に、なんだろうな、あの、肉は、お肉は安いコストコで土下買いしてシェアすると。 コストコに行く車も誰かのを借りると。で、えー、ディズニーランド行くときも海水浴行くときも誰かの車だと。だから友達が大事だと。仕事も紹介し合う。誰かが一人なんか楽しいネイリストの仕事かなんか見つけたらこれ儲かるよと言って友達に教えると。で、こういう関係、このプアジュではですね、実は金融資産もいらないし、人的資産、つまり自分の稼ぐ能力というのもあまりいらないと。えー、しかし、 ところが、このプアジュのですね、生活の仕方、つまり地方のマイルドヤンキーではですね、一旦友達から仲間外れになったら、一気に手持ち札はゼロになってしまう。つまり、友達しかいない。でも友達と何かいろんなものをシェアすることで豊かに遊んでいけると。ところが、その友達から仲間外れになった瞬間に、一気に貧困層の最下層にドンと落ちてしまう。何もかもなくしてしまうんですね。なので、地方のマイルドヤンキーは、 友達をすごく大事にするし、つながりを絶対に大事にするし、友達は裏切らないと。で、友達がみんな、あの、同じと高校中、子供、小学校、中学校、高校にやったら、できるだけ同じところに行かせるようにすると。つまり、つながりのある人たちとの政治的な圧力の中で生きていくしかないわけですね。でも、一応楽しいように見える。プワジューっていう言い方です。 えちなみにえ、コストコの T は発音しないそうです。俺、あの、アメリカにいてですね、ツアーコンダクターの人にです、ね、コストコを見つけて、あ、コストコだって僕言ったらですね、あの T は発音しませんと。コスコですって言われて、<laughs> はぁあれはフランス語のサイレント T、いわゆるレストランとの最後についてる T とかと同じくですね、発音しないそうです。コスコだったのか恥ずかしい。いや、いてるって言ったら、念座が痛い。や、<laughs> というわけでですね、えー、明日から嫌なやつになりたかったら、皆さん、プアジュの人は絶対行っちゃダメですけど、<laughs> 友達がいらなかったらですね、あれはコストコではなくてコスコだよというふうに <laughs> 教えてあげましょう。まあ、サンフランシスコのツアーコンダクターが行ってるから、ひょっとしたらサンフランシスコだけかもわかんないんだけど、僕それちょっと受けました。はい。えー、っとですね、まあ、こういうふうにですね、その、 仲間外れになったら一気に手持ち札ゼロになる。だから、こういう不ジ重の人はですね、絶対に友達が必要と。だから、林さん、林先生もタモリさんもですね、こういう人を想定してないんですね。多分視野にこういう人があんまり入ってきてないから、友達はいらない。できれば、あの、選んだ方がいいというふうに言っちゃうのは、こういう生活の仕方、日本では今この6種類の生き方に分かれてるというのがあまり見えないのでですね、友達不要っていうのをポンと言っちゃえるわけです。 で、えー、稼ぎが良くて友達も多いですね。いわゆるこのリア充ですね。これは同じだけ稼いでる友達っていうのは必要になってくると。つまり、えー、ついついこの本の中に書いてるんですけども、リア充で稼ぎが良くて、自分に稼ぐ能力があって、友達が多い人っていうのは、どんどん、だん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 同じだけ稼いでる人としか友達になれなくなってくると。だから、あの、エモンはですね、友達に関して、 自分と同じステータスに立てない友達は切ったっていうふうに言ってるんです。つまり自分と同じような社会的立場ですね。あの、に立てない友達っていうのはどん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 切っていく。だから昔付き合った人ともう今付き合いはないよっていうふうに言ってるんですけども、それはですね、このリア充の世界観なんですね。リア充でもやっぱりその Facebook とかそういうので自分の生活とかをどん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 自慢する人っていうのは、やっぱり昔の小学校の頃からの友達でそういうステータスについてこない人を切る傾向にあるし、 あとですね、その、まあ、小学校の時は仲のいい友達っていうのがいたんだけど、中学校に入ると、自分の見た目が良かったら同じような見た目のいいグループに入るので、小学校の頃にですね、仲良かったブサイクな女の子を友達として切るっていうのは、もう女子の世界では当たり前にあるんですけども、これもですね、その人がリア充の世界に生きてるからなんですね。リア充の世界に生きていくと、どうやってもその負担になるというのかな、そのステータスが あ、合わない人たちっていうのを切切りがちになっていくっていうのが当たり前だと。でも、ところがですね、友達というのはですね、この政治空間なので、さっきの定義で言うと政治空間なので、こういうふうにか簡単に切ったり、なんだろうな、やめたりというのはやりにくい、強いしがらみというのが存在すると。で、家族も同じくですね、強い関係なのでですね、強いしがらみは仕方はないんですけども、あの、あ、間違いだ。 家族も同じくじゃないな。家族は強い関係。関わり合いが強い関係。だから強いしがらみはしょうがない。しかし友達って実は強い関係じゃないと。あの、ちょっと前に話した通り、LINE で、なんだろう、やり取りしてるだけで実際に会うのは月に1回とかですね、半年に1回とか年に1回でもいいんですよ。で、こういう弱い関係なのに、こと友達に関してはしがらみが強くなってしまうと。なので、 コスパが悪いってことになってしまうんですね。で、えー、それでも、プアジュとかリアジュみたいな友達を重視する関係ならばあ、コスパ悪いのも仕方がないというふうに諦めがつくんですけども、それ以外のなんかこの4つの属性ですか、の人にはですね、このコスパの悪さっていうのは我慢できなくなってくるんですね。なので、友達以外で 人間関係が作れると、充実していると言える人ほど友達みたいなコスパの悪い関係は切っちゃえっていうふうに主張するようになる。これがその林先生が言ってるその友達不要論とその友達不要論に対してよく言ったと、やっぱり心から同意できる人っていうのはこの本来友達関係が持っているコスパの悪さですね。コスパの悪さの理由をもう一回言うと 関係が弱い割にしがらみだけ強いってことなんですよ。でも、その関係が弱い割にしがらみだけ強いのを、あえて関係を強くすることで、毎日行動を一緒にするとか、レジャーを全部同じにする、仕事を同じにするという、プア重的な選択で、関係まで強くして全体を家族化することで一緒に生きていくという戦略もあることはあるんですね。ところが、まあ、そうでない戦略の人は、そこまでして友達を作らなくてもいいよ、優先しなくてもいいよっていうのが、 友達不要論の基本だと思います。で、例えば林先生だったら仕事仲間がいたりですね、まあ取引相手がいたり、番組のスタッフがいたり、まあ弟子みたいな人もいっぱいいるみたいです。で、タモリさんも同じです。趣味つながりの人とか番組スタッフとか、とりあえず普段喋る人には全然困らないんですね。何か相談する人には困らないと。で、こういうですね、最低限の人間関係、つまり家族であってもいいし、恋人であってもいいし、実は ペットでもいいんですよね。ペットでもいいし、毎日毎日話しかけるポスターでも実はいいんですけども、そういう愛情空間というものが自分の中にきっぱりあれば、実は友達空間というのは、なんだろう、不要の人っていうのは結構いるんですよ。でも、不要だからといってゼロにはできない。なので、友達空間が欲しい人っていうのは、売れてる芸人さんみたいにするんですね。売れてる芸人さんっていうのはどういうふうになるのかっていうと、売れてない後輩芸人を連れて、 なんか旅行に行ったり飲み歩いたりしてるじゃないですか。で、売れてない。で、とにかく、なんか、彼女がなかなかできないと言っている、あの、結婚できないと言っている芸人ほど、周りに後輩の飲み友達をいっぱい連れて、<laughs> そいつらにお金をいっぱい払ってるんですけれども、ああいうふうになっていくのは当たり前なんですね。つまり、友達関係って本来あるべきものをお金出して連れ歩く貨幣関係の方にずらす、シフトするんです。そうすると、友達関係特有の、 気を使わなきゃいけないとか政治的な面倒くささから解放されると。この政治的な面倒くささっていうのは例えばいじめです。いじめっていうのは友達関係でないと発生しにくいものなんですね。貨幣関係では当たり前だけどあんま発生しにくいと。あの、これね、ちょっと極論の例になっちゃうんですけども、例えば学校でたかられてる という状態があったとします。これはまあ、その人の友人関係ですね。で、これだったらですね、これを貨幣空間に置き換えた方がマシだという発想もできます。例えと言えば、たかる奴の一人を雇った方がマシなんですね。三つのグループからですね、千円ずつたかられてるとしましょう。そしたら、その中の一番強いやつを見てですね、そいつに愚痴るんですよ。千円たかられた時に、いや、俺本当はもうちょっとお金持ってんだけど、君以外に、 A 君と B 君にたかられてるから、君には1000円しか払えないと。A 君と B 君に君が話しつけてくれるんだったら、俺1500円とか君に払えるよって言うと、こいつの心はやや動くんですよね。で、もし一旦こういう関係、つまりその貨幣空間に置き換えることができた瞬間に、こいつは たかられている、いじめられてる奴ではなくて、ボディーガードを雇ったボスになるわけです。で、だからといって、その、自分をいじめて1000円たかる奴に、ボスみたいなこと言っちゃダメなんですよ。でもそれ言っちゃダメなんですけども、そういうやり方をすることで、なんか救われる人もいるし、そういうやり方、貨幣空間に切り替えるというやり方が、をすることができるんですよ。でないと、 なんだろうな、いじめられてる金は取られるで、なんだか、被害があっておまけにプライドまで傷つくじゃないですか。で、そう、だったらもう逆に、え、1.5倍払って、残りのやつをですね、抑えてもらうというふうにすると、その強いやつの手下の中でもちょっとランク外のとこに入れるわけですね。お金で繋がってるから。で、お金でつながってるから、そいつの要求を聞くことも別にしなくてもいい。つまり、古文でもないわけなんですよ。で、こういうですね、これ考え方です。 こんな風にやれって言ってるんではなくて考え方なんですね。あの、友達は人生に必要かという風うに聞かれれば仕事とかお金と同じく、つまり金融資産とか人的資産、あの、つまり稼ぐ能力と同じくあれば最高のものなんですけども、でもやりがいのある仕事が自分の時間とか自由を奪うようにですね、えー、財産というのが家族とかなんか友情というのが難しくなるように友達っていうのは自由とか 猛烈に稼ぐというやりたいことのための邪魔になる存在です。で、えー、まとめです。この本の中で書いてるまとめなんですけども。まあちょっと長いんですけども、いちいちこれ読まなくてもいいです。えエピローグですね。ここにあの、幸福な人生の最適戦略っての書いてるんですけども、金融資産、お金に関しては、経済的独立を実現すれば、 金銭的な不安から解放され自由な人生を手にすることができると。これあの、金融資産というのはですね、欲しいだけのお金を持ってなきゃいけないというわけじゃないんです。例えば、1000万とか2000万の腕時計がどうしても欲しければ、その人は1000万とか2000万稼いでその時計を得るまで不自由を感じなきゃいけないんですね。ところが、1000万や2000万の時計なんか欲しくなければですね、もともとその人の経済的自由というのはもっとコストが安くつくんです。 つまり欲望と、なんだろうな、あの、自分のセンスとのバランスになってくるんですよ。で、そのためには、まあなんだろう、安いものしか知らなくていいって考え方もあります。次に、高いものをとことん知っていて、でもその中でも自分の欲しいものはこれだけだっていうこだわりがあるのでもいいんですよ。経済的な独立っていうのは、稼ぐより使う方が少なければどうでもいいんです。 そうしたらその瞬間に、その経済的な独立ですから、年収80万でも年収100万でも、自分が年間に必要な金が80万円とか60万円だったら、経済的自由というのを手に入れてるんですね。その経済的な自由を手に入れる方法は、大体において僕が知ってる限り、頭を良くするか、センスを磨くかなんですよ。 で、頭が悪くてセンスが悪ければ、ブランドものが次から次へと欲しくなっちゃうに決まってるんですね。そうすると、本当に無限に欲望が、こう、膨らんでいってしまうんですよ。なので、頭を良くするかセンスを良くするかっていうことが、多分その金融資産というのを、まあ、あの、適度なバランスに保つ方法だと思います。で、2番目、人的資産、資本ですね。自分の稼ぐ力です。子供の頃のキャラを転職とすることで、本当の自分として自己実現できる。 これあの後半のところで立花さんが書いてるんですけども、ちょっと僕あまりあの納得いってるところがないので、ここではですね、軽くあの流すだけにしておきます。3番目、社会資本ですね、人間関係です。今回のテーマです。政治空間から貨幣空間に移ることで人間関係を選択できるようになる。これさっき言った、つまり、ベタベタとしてなんだろうな、周りに合わせなきゃいけなくて不自由な社会的空間ですね。 特にその愛情空間ともかく友達空間みたいなものから、それを貨幣空間に移すことで、言うならば、なんだろうな、うーん、毎日ご飯を作ってくれる人っていうのがいなきゃいけないって思うよりは、それを外側に外注して美味しいところを食べ歩くことでっていうふうに考えることもできるんですけども、 まああの、芸人さんの飲み歩きみたいなもんが本当に極端な例ですね。友達を金で買って何が悪いっていう言い方なんですけども、<laughs> そんなもん友達じゃないじゃないかって。その通りです。友達は本当は人間には不自由なもんだから、友達っぽい感じさえあればいいんですっていう考え方なんですね。これがその政治空間から貨幣空間に移ることで人間関係を選択できることになると。 インターネットの登場で弱いつながりから表示、生じる評価を可視化できるようになりました。ここで立花さんが書いています。これが評価経済社会と呼ばれるもので、社会資本を評価市場に投資して幸福という富を得てるとも言えます。3つの資本、資産を1本として捉えること、幸福の統一量の次のようにまとめることもできるでしょう。金融資産は分散投資する。 人的資本は好きなことに資本、えー、集中投資すると。社会資本は小さな愛情空間と大きな貨幣空間に分散する。ですね。人的資産は好きなことに集中投資するというのは、例えて言えば僕、僕で言えば、いろいろ本書きたいとか模型作りたいとかですね、旅行行きたいとかですねあ、いや、あるんですけど、自分の仕事っていうのもこう、ニコ生だというふうに、ガーッと集中してしまって、模型作ることも本読むことも、 なんだろう、旅行することもすべてニコ生のためにするっていうふうに集中投資した方がいいっていう。これは、まあその意味で僕みたいなやり方は、あの、立花さんが言ってることはよくわかるんですけど、これを万人にですね、なんだ通用するやり方っていうところが僕ちょっと、うーんって思ってるんで、さっき言った軽く流すだけにしますというふうに思って、言ってます。 で、社会資本は小さな愛情空間と大きな貨幣空間に分散すると。こうやって頑丈な土台を作った後で、それぞれが自由な選択で幸福な人生という家を建てればよい。というところで、意外な場所でですね、評価経済社会というのが出てきましたですね。面白い本なのでですね、立花先生の幸福の資本論もですね、ぜひ読んでください。あの、他にもですね、すごい面白いんで、いずれ取り上げるかもわかんないです。 えー、無料の放送はここまででございます。はい、お疲れ様でした。無料版ここまでです。えーっとね、まあ、あの、ネット放送で、まあ、あ今回みたいな、これもネット配信ですね。ネット放送で、友達とかですね、あるいは、あの、全、あのこれ、今無料版で話した結婚とかですね、そういう話をするとね、やっぱ、 一部の人にはこうスイッチが入っちゃうんですよね。で、スイッチが入ってコメント欄が荒れがちになるんです。だからもう僕も、もうすごい心配です。今日のこの、あの、アップグレード放送、後でコメント欄を見たらですね、なんかこう、偉いことになるんじゃないかなとか、こうちょっと心配。まあね、このね、あの、ここ私の年をゼミって、長い動画が多いじゃないですか。で、面白いもんね、長い動画を最後まで見る人のコメントって、割とね、荒れないんですよ。 だから、あのー、短い動画の時は時怖い時があるんですけどもですね。えー、やっぱね、あの、人間それぞれの中にですね、コンプレックスっていうのは誰もあってですね、例えばなんか、あの、あのー、 なんだろうな。僕だったらんか言いにくい。これ言いにくいのがコンプレックス僕だったらこの話題の時はついカットなるして、言っちゃったらそんなことが言える人間はそれに関してコンプレックスがないからなんですけども <laughs>。あの、やっぱコンプレックスが誰でもあるし、動画の中で言ってるようにですね、あの、超実この、この立花さんのが唱えた本の中で、超充実っていう意味ですかね。超実っていうのを目指さなきゃいけないと。いわゆる、あの、 三つの資本って言ったら、それをすべて兼ね備えたような状態にならなければいけないというですね。なんかあの、あと友達が不要だと分かりつつも、持ってなきゃいけない。なんか友達が不要だと思ってる自分がいけないんじゃないかっていうふうに。なんかそういうふうな部分が、やっぱね、あの、あるんですよね。誰でもあるので。なんか三つの資本。この本の中で言ってることは、要するに何なのかと,いうと、三つの資本の中のどれか一つだけでも持ってれば、まあ、 実はそれで十分なんだ。最低必要十分なんだって話だし、二つあったらもう万々歳なんだと。別に三つ全部揃える必要はないという話なんですけども、そっちの方でね、考えていただければと思います。あの、一つも持ってなくてもですね、その場合はですね、やべえ、一つも持ってねえわと。あ、だからこれはうまいこといかなかったんだという、これがわかるだけでも状況がましになる。あの、なんだろうな。なんでうまくいかないのかっていうのを、一回、 腹落ちしてですね、あ、それはダメだわというふうに思わないと、そっからですね、あの、リカバーというのはなかなかうまくいかないのでですね。あの、まあ、こんなことを笑って話せるのは僕が鈍感なのかもわかりませんね。あの、どれか一ついつも足りてるからっていう状態は別に僕はなかったんですよね。えー、なんだろうな。なんだかんだ言ってその三つ要素がゼロであった時代もあればですね、それなりになんとかなってた時代もあるんで,ですね。実はここら辺って、 あがけば一つぐらいなんとかなるもんだよっていうのが。 僕自身の感想です。ちょっとですね。あの、まあ、不要かもわかんないけど、感想を言ってみました。さて、後半ではですね、友達論からガラッと変わって、あの、僕があの、サンフランシスコ旅行をした話なんですけども、なんな、まあ、単なる雑談かと思われるかもわかりませんけど、まあ、そこはですね、岡田投資をゼミですのでですね、あの、オタクのための旅行期いうことはないんですけど、コロナが明けて、まあ、ね、いずれこの騒ぎが収まって、旅行、海外に行けるようになったらですね、ぜひ回ってほしいオタク名所観光っていうのを紹介しています。例えばですね、 すごく不可能と言われたです、ね、有名な監獄のアルカトラズ刑務所ですね他にですねアップルとかグーグルの本社が立ち並ぶいわゆるシリコンバレーあれ物理的にそういう場所があるんですよねそのシリコンバレーに行ったらですねちゃんとそ,のそれぞれのです、ね、IT 関係の本社があってそこにはですねあの土産を売ってるところがあってお土産を売ってるってそこでお土産を買ってくるというバカなこともしたんですけどもですねあとあの えー、屋敷全体がですねまあ、巨大な迷路になっている、えー、ミステリースポットですねウィンチェスター・ミステリー・ハウスです、ね。これも実はそのそのんな。 面白い場所というよりはですね呪われた場所なんですけどもですね、えー、そういうふうな話をしています、えー、まああと Q&A コーナーもあってですね今まで一番、うん、今まで聞いた一番怖い話は何ですかというふうに聞かれたんですねそれねまあ一応夏のこの季節にぴったりな話もしてるので楽しみにしてくださいここらから先はですね申し訳ないけど有料の放送になります、えー、続きが見たい方はですね YouTube のメンバーシップドワンゴのですねブロマガチャンネルあとはまあ,あの岡田都市のアーカイブどれか好きなものを選んで、えー、入会してみてください